俊ちゃん。お宅の息子ほんと変わったやつだよな。カレーしか食えないインド人かよ。本当に新平と会ったのね。あなた行く当てないんでしょ。しばらくここにいればあの子の部屋を使えばいいから。いやでもあの子と同じ体格なのね。